アサナとユリのシスタでフェテボーユーキチャンネルの進行なシスタでフットボールの MC を務めさせていただきますユリとアサナです。このコーナーでは私たち姉妹が日本と世界の女子サッカーのさまざまなトピックを独自の視点で切り込みながら伝えていきます。日本の女子サッカーを盛り上げるために、そして強くするためにをモットーに発信していきますので、皆さんよろしくお願いします。よろしく。悟空は悟空。あ、悟空ね。最近ね、うん、犬を飼ったんですよ。わお、可愛いんだよね、めちゃめちゃ。ね、今ね、ここでちょっと寝てるからね、カメラを向けてみたい。寝てるんだ。寝てるんだ。こちらで寝ております。しかもどんなとこで寝てるの？わ、めっちゃ可愛い。何それ、真っ暗にしていいのそれ？そう、悟空ね、飼ったんだよ。柴犬。これね、別の。あの動画でちゃんと悟空についてはあげますのでね。まあまあ、だからあのユディのねインスタとかにね悟空チラチラ出てくるからね。そうそう、あと悟空チェックしてもらってね、悟空アカウントもあるんでね、うん、チェックしていただいて、チェックしてください。あの概要欄に貼り付けておくんでぜひチェックしてみてください。癒されてください。はい、犬は癒しですということでですね、早速今日のトピックに移っていきたいと思います。今日のトピックは、なでしこジャパンに新監督就任、アッサーノが思う新体制なでしこ。これね、みんな待ちわびてたやつじゃない？おそらく、はい、ということでですね、新監督が発表されて、現在なでしこジャパンはヨーロッパ遠征中でございます。先日アイスランドとの初陣で 0-2 で敗れました。まずは、監督の就任記者会見の池田監督の言葉から、どんなサッカーを目指しているのかを紐解いていきたいと思います。で早速ですね、池田監督の記者会見でのコメントをちょっと拾っていきたいと思います。はい、ではまず1つ目、世界の女子サッカーの進歩は今すさまじい。さまざまな戦術や環境、フィジカル、アプローチ、そういった意味で世界の女子サッカーの進歩するスピードが上がっていく中、日本がどういう武器でその世界に打って出るか、立ち向かっていくか、上回っていくかを考えている。フィジカルの話が欧米に比べて出ることもある。ただ日本人の持つ俊敏性は世界に打って出て勝っているところでもある。それも一つのフィジカル。日本人が持つ器用さ、勤勉さ、連動性、連携、そういったものをもっともっと突き詰めていければ、新しいコンビネーションで相手を打ち負かすことがもっともっとできると思っている。まずはこのコメントについて。いや、間違ってないと思います。日本人の特性はその通りだと思います。俊敏性、機敏さ、これはね、そうだよね。本当日本人は器用だし、うん、勤勉だし、これはね、海外に出れば出るほどそれはわかるね。だし、その連動性と連携っていう部分でも、ね、日本人同士のこの連携っていうのは、海外の人とやるときっていうのはそれを出すのは難しいなって感じることも多いしね。難しい、本当にそれは思う、うん、ちゃんとこう細かいとこまで気を配れるっていうのが本当に日本人の良さ。じゃあ続きまして、代表選手たちに求める条件はという質問に対して、いろんな要求条件はあると思うが、まず私が一番に考えているのは、自分の持っているパフォーマンスを全て出し切れる選手、つまり全力でプレーできる選手、そこは根本だが大切にしていきたいと思っている。それプラス仲間に何か良い影響を与えられる選手、自分のパフォーマンスや自分のポテンシャルを出すのはもちろんだが、それプラス仲間を助けられたり、より良い相乗効果を与えられるような化学反応を起こせる選手というのが選ぶ上でのポイントかなと思っている。これについてはいかがでしょうか？間違っておりません。いや、だってこう日本の代表ってことは、日本の中で何かしらに優れた選手が代表するっていうことだから、うんうん、そのポテンシャルだったりとか、まあね、全部出し切るっていうのはもう当たり前にできてなきゃいけないこと。で、そのプラスの部分で周りに与える影響が大きい選手っていうのは、こうやっぱり自分だけじゃなくて周りの人とどう何を
できるかっていうことを言いたいのかなっていうのは思うので、なんかまあそれがないとその代表活動ってやっぱ短いから、そういったところがないと急に入ってシュッてやるのが難しいと思うから、ね、その辺その今回のメンバー選考を見て、そういう選手たちが選考されているのかっていうところも見ていきたいんですけれども、はい、まあでもそうだね、一緒にやったことない選手もいるから、その選手がその練習とかでどう影響を与えてるかっていうのは分からないけど、代表戦を見るとあんまりその味方の選手をすごい意識してるなって感じる選手はそんなに多くはないっていうのは感じる。どちらかというと自分をアピールしたい。まあそうだよね、なんかまあ初陣っていうせいなのか、それとも久しぶり代表久しぶりとかそういう人の心境なのか、まあいろんな立場の人がいるから何とも言えないけど、まあちょっとこう我が我がみたいな感じのプレーがちょっと多く見られたのが残念。いやだってなんかもうそれがさ19歳とか20歳とかならわかるのよ、なんか爪痕残したいし、こう自分でなんか持って帰りたいから自分のできることをもうとにかく出そうって言って我が我がってなっちゃうっていうのはわかるのよ、若いしさ。なんだけどこの選ばれてる選手たちってもう20代中盤以上の選手がもうほとんどじゃない、の選手たちがなぜこんなにまでも我が我がになってしまうのかっていうのがすごいもう不思議でしょうがない。何に不安があるのか、どうしてそのなってしまうのか、なんかもったいないなっていう。じゃあその選手たちは普段クラブでもそういうようなプレーをしてる感じ？してる感じはしない。じゃあなんかあでもまあ知ってる人もいるけど、まあ、そういうプレースタイルっていう人もいるけど、そりゃね、はい、その結構ゴリゴリいくタイプとかさあるじゃん。そういうプレースタイルなんだなっていう、その自チームに帰ってもそういうプレースタイルの子は、あそういうもうそれで行くんだなっていうのは分かるから、まあまあまあ私の中ではって思うんだけど、それをそのまま代表でやって監督いいんですかっていう。そこはあの監督に求めるそのマネージメントの部分。そういうことです。だから監督がその自分だけが良しとするプレーの選択をした時に、監督がそれは OK っていうのか、うん、それは違うよっていうのかで基準ができるわけじゃない。で試合をやっぱ見てると、自分だけが OK っていうプレーをしてるプレーが多すぎて、全部ではないけどそう多すぎて、で監督のそのチームの設定がどこなんだよっていうのが、気になる。でも監督の試合後のコメントとかを読んでいても、なんか積極的にチャレンジはできた的なことは結構書いてあって、でやりたいことはやろうとしてできたし、その中で課題も見つかったというようなコメントをしてた。っていうことは悪くはない試合だったということですね。監督的にはそうだと思う、ということはあのプレーで悪くはないということですよね、はい、まあ、まだ1試合だしね。まあまあまあポジティブ要素はね、だからまあ今夜オランダ戦があるのでね、その試合でまあどうなるかっていうところでもあるし、まあ、オランダがねあのその前の試合ワールドカップ予選チェコ戦が雪で延期になっちゃって、で、まあ、多分フルメンバーでは来ないと思うから、はい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 、中1日だからその辺はねまた試合を見てチェックしていきたいと思いますね。じゃあ次のコメント、2023年のワールドカップ、2024年のパリ五輪でそれぞれどういった青写真を描いているのか、目標を教えてほしいという質問に対する回答。大会に参加するので一試合一試合勝利を目指して戦っていくのがその国の代表の使命だと思っている。言葉で言えばもちろん優勝を目指すし頂点を目指して戦っていく。世界で戦っていく上で自分たちのストロング、相手との修正点を見つけ、その大会の中で成長を目指しながら勝っていくことが目標になる。さいつも思うんだけど、なんでさ優勝って口にしちゃうのかなって思うの。そうね、だってノリさんの時はさあの北京の時ベスト4って言ったじゃん。言ったね、うん、最初からベスト4目指してますって言ってベスト4行ったじゃん。でもそれって私大事だなっていうか、ちゃんと自分たちを分析して周りの国を分析して今の力関係を分析して今の実力だとここまではいける、この先はもう本当にどうなるかわからないってなったら、やっぱりそこのじゃあもうベスト4ならベスト4、ベスト8ならベスト8っ
ってちゃんと目標というか決めないと、じゃあ優勝を目指してますって言って初戦敗退でしたってなったらさ、その責任は重いですよってなるわけよ。目指してたんだよねみたいな。そ前からその前の監督の時から思ってたけど、優勝を目指しますって言うのであればもっと世界との差、今どこの自分たちは位置にいて何が足りなくてこれからどうしていかなきゃいけないかっていうのをもっと発信していかないと、なんかそれを聞いた代表じゃない選手が自分は何が足りないんだろうってならないじゃん。自分が何が足りないから代表になれないんだっていうのにならないじゃん。じゃあここを伸ばせば代表になれるかもしれないとかさ、今の日本はこれが必要なんだって一番トップの監督が言わない限りわからないじゃん。それをちゃんとね、評価基準として示していかなきゃいけないってことだよね。そうだから、そう、もしやるからには優勝を目指しますみたいな言うのであれば、しっかりと自分たちの今の位置、優勝には何が必要なのか、今何が足りないのか、ここが長所、ここが短所っていうのをね、全部出せていかないと、その国としてのレベル、だから代表選手だけじゃなくて、ワビーリーグも含め全日本人選手のレベルが上がっていかないよねっていうのはすごく感じる前から。ごもっともです。目標を達成したっていうことに対するその達成感っていうのをまず多分味わわないといけないのかなって思ってるのね。はいはい。北京でそのベスト4に行った時も、もちろん負けたことは悔しかったんだけど、ベスト4っていう目標を達成できたっていうことが少し自信になった頃からこそ、次優勝を目指そうっていう風になれた、うんうんうん、はい、っていうのはあったから、まあ、徐々にちゃんと結果と内容をちゃんとこう一致させながら自分たちの目標を達成していくっていうプロセスをたどっていくことによって、チームっていうのはこう作られていくんじゃないかなってのは私も思います。やはりでも本当にそうだってさ、メンバーも変わって、じゃあ新チームになりました、こっから積み上げていきましょうっていう時にさ、何の積み上げもない段階で優勝目指してますって急になったらさ、どうやってこう自信をね一個一個積み重ねばいいんですかってなるからね。しかもさ、その代表経験が本当に少ない選手でさ、世界も経験したことのない選手がいきなり優勝を目指しますって言われても、うん、イメージが湧かないと思う。はいはい、いや本当にそう。だって私入った時分かんなかったもん。優勝って何みたいな感じで、周りのね、もうすごい選手たちにこう乗っかっていってね、やっとね、あ、もうこんなに大変なことなんだみたいなのを理解して、やっとベンチに座る、そういう感じでした本当に。特に初めて入っていく人はその辺がやっぱり大変なんだけれども、今結局現状だと初めての人だらけだから。はい、そこもまたチームを編成していく上での重要な課題になってくるのかなと思います。いや私も思います。そうやってチームを作るなら長いスパンで考えて、じゃあ何年かけて成熟しているチーム作りますよっていう作り方、だからある程度メンバーは固定しないといけないしっていうのはあるよね。はい、次行きましょう。長くなっちゃうかね。